こんにちは。R の思考ですか。なるほどね。アフィリエイト、ちょっと、そうですね。やってみましょうかね。まあ、吉谷さんの R の思考がどのぐらい私の力でね、打っていけるのか、何の前触れもなくスタートするようになりますんで、唐突だと思いますけども、まあ私からも、でも、どっちにしてもね、おすすめしたいものではありますんで、やらせていただこうかと思います。どういうふうな結果なのか、本当ね、恐ろしいところあると思いますけども。で、今回はそのマスターマインド、速化軸思考をちょっとね、お話ししておこうかと思います。マスターマインドのコースの中で一番最初に、自分の人生や命に価格、値段をつけましょうみたいなね、そんなカリキュラムがあるんですよ。で、値段の付け方の講義を、まあ、大体2時間ぐらいやって、で、あそこで履修してもらってですね、それからそれぞれ、学んだことを発表してもらって、最後に自分の人生に価格をつけてもらうようにお願いするんですけども、ここなんですよね。まあ正解不正解は特にないんですけども、まあ出した回答にはあんまりいい答えが私としてはできないってところなんですよね。まあ回答の中には、まあ、金額がいろいろ設定されていたりとかで、一つだけ選択肢として金額がつけられないほど高いみたいなのもあるんですよね。その中で、やっぱり、こう、数千万、数億、値段がつけられないぐらい高いっていうふうに、チェックしてくださる方いるんですけども、まあ、そこでね、一人一人面談して聞くんですよ。当時、聞いてたんですよ。そこまで、金額に変えられないぐらいね、数億とか、何十億とかっていうふうに思ってるのに、なんで、時給1000円に劣るような働きしかできないんですか？とかね。その程度で、人生は買い取れませんよとかね。で、これは後から聞いたことなんですけども、あなたの右腕をね、切り落としたら2億円あげますよって言った時に、切り落とせますかってことなんですけども、とてもできませんって回答した時に、じゃああなたの右上って言って2億円以上何稼ぐのみたいなこと聞かれるんですよね。そう考えてみると、自分の肉体の一部が2億の価値を持たないってことに気づくんですよね。じゃあどうするかっていうと、やっぱりね、それ以上のお金が稼げるように、価値を想像できるようにやるしかないよねってことなんですよ。それはいちいち昼寝をしてたらできないんですよね。まあそういった講義が終わった後に、やっぱピリッとして寝る時間を惜しんで自分の人生のためにやっていくっていう、まあ、そういったマインドセットができるというふうに考えてるんですよ。まあいろいろとまとめてお話しするとね、自分の人生ぐらいは本気になれませんかってことなんですよ。誰かのために本気になる、それはまあ美しいことなんですけども、まずは誰かじゃなくって一生共に過ごす自分自身のために、まあちいとは本気になってみたらどうかなと。そうすると少なくともね、お金ごときで困るような人生にはならないと思うんですよね。っていうような感じでスタートするのが、まあ一泊二日合宿だったりするんですけども、あとはね、マスターマインドコースって言って、これ参加した人はね、9人ぐらいしかいなかったんですけども、まあでも、本当にね、最後までやった人は、めっぽう稼ぐようになりましたよね。懐かしいですね、あれはね、速化塾ファイナルの時でも同じようなカリキュラムをやったんですけどもね、最後は大阪で、なんか、4人集まったみたいなね、卒業式やりましたけどね、懐かしいですね。ということで今回は、R の思考に対して、マスターマインド、速化軸思考ということで返信させてもらいました。自分の人生ぐらいはまっすぐ生きたらいいんじゃないですかってことですよね。そこに他者は全く必要ないということでございます。いってらっしゃい。